何かこう影響を受けた人物としてですね、お二方、指宿松雄さんと、それから創業者の志賀信夫さんの他にもたくさんいらっしゃるんでしょうけれども、このお二方の名前を伺いましたが、それぞれからですね、こう人生の受けた教訓や教えについて教えていただいてよろしいでしょうか。どちらも、建築家なんですけれども、指宿松雄さんというのは、僕が大学を出てから2年ほどですね、在籍してました大学の先輩なんですけど、いわゆるデザイナーではなくて、ご自身のことをプロデューサーアーキテクトというふうに呼んでおられまして、建築っていうのは確かにこうデザインをするっていうことも一つの建築だけど、やっぱり大きな意味で、建築というプロジェクトをプロデュースしていくことがですね、本当に大事なんだということを当時入社してから語られてまして、でその頃の僕はそれがあまりよく理解できなくて、例えばお金のことも知らないといけないとか、それから営業のことも知ってないといけない、それから企画っていうようなことも知ってないといけないということで、なかなかデザインの絵を描かせてもらえなくて、僕はもうそれが辛くて、その先輩のところを、2年間で 退職して、この滋賀設計の方に、入社したわけなんですけども、今にして思うとですね、やっぱりそのプロデュースをしていくとか、そういったことっていうのは本当に大事なことで、やっぱり大きな視点からものを見て、そして一つ一つ仕事として落として込んでいくというのが大事なんだということを、もう随分やめてですね、もう先生ももうお亡くなりになったんですけども、その後になってですね、改めて感じているという意味で、そうですか。その当時は結構辛いことが多かったですね。そうなんですね。お二方目、志賀信夫さん、志創賀業者。信夫はもうまさにこの滋賀設計の創業者なんですけども、もう10年近く前にも亡くなったんですけど、私が常務の頃にですね、仕事納めの12月の28日に、デザインをどうするかっていう会議を社内でやって、その時に、私常務だったんで、自分の担当してた物件でもあるし、ぜひこれでやらせてくださいということで、そのデザインの方向で一応志賀信夫、当時社長でしたからの、ご了解を得たんですけれども、正月の元旦に電話かかってきてですね、お前が あの時ああやって決めたけども、あのデザインがどうしても俺は気に入らんで とにかく寝れんかったと、正月休み、もう大晦日も寝れんかったというので、どうしても、もう正月、4日からなんですけど、仕事始めの日にですね、全員集合して、ちょっともう一回デザイン会議やるから全員集めたけということを言われました。やっぱりそのなんかデザインにかけるこう情熱というかですね、それがちょっとすごいなと思って、なるほど。その時は僕もですね、かなり嫌だったんですけども、やっぱりその後ですね、ずっと思い返してみると、やっぱりそういう、こう熱意というか、そういったものがやっぱり人を動かしていくんだなと思って、それは見習わないといけないなとそう常です々思か。っております。片や、そのデザインではなく、このプロデュースを勉強しなさいと、プロデューサー大事だよと教わった指宿さんと、もう一方がそのデザインに対するそうで情すね。熱、熱意を教わったこの志賀さん、このお二方から代表的に薫陶を受けて今そう日でがすあるね。わけですいね。や、もう自分でも当時は本当に分からなかったんですけども、ずっと後になってですね、いろんなことがこう分かってくるというかですね。で、これをまた次の、世世代代に。にですね、伝えていくのにどうしたらいいのかなというのがですなね。るほど。志賀設計さんの経営理念に、まず建築が大好きであれ、そしてものづくりに誠実、そして真剣であれという一つ目と、それから二つ目にお客様が喜ぶものを作りたいというところと、で三つ目に街並みや都市景観に対して美しいものを作ろうという、このなんて言うんでしょうか、まず、自分たちが大好きで誠実真剣であれだけでなく、そのお客様が喜ぶ、そして地域社会に対してというですね、非常にこうインサイドアウトというか、こうすごいそのポリシーを感じるんですが、このあたりの考えをぜひお聞かせいただけますか。一番大事なのは、これはもう志賀設計の伝統でもありまして、創業者の志賀信夫もですね、言ってたんですけど、やっぱりものづくり
をですね、一番一生懸命やれと、そうするとお客様は向こうから声をかけてくれるよっていうのを、私も入社して、それから社長になってからもですね、いつも社長先代からは言われてました。誠実にものを作るということはお客さん喜んでくれますし、ものが完成してからもですね、やっぱり喜んでくれるときに一番かけてもらえるのは、本当に一生懸命やってもらいましたもんねとか、自分たちの要望を本当に聞いてくれたというようなことで喜ばれるので、まあそういう意味では一生懸命誠実にやるということは大事じゃないかなと思います。で、今特に工業化が進んでですね、はい、我々がその設計を そんなに一生懸命こう細かいところまで考えなくても、ものはなんか自然にこうできていくようなところもあるんですけども、そういう中で僕らがどうやって味付けをしていくかというところが大事じゃないかなというふうに思ってますね。でそれがですね、やっぱり自分たちのなんていうかこう独りよがりじゃなくて、はい、でお客さんに喜んでもらえる、完成して、お引き渡しするときに、お客さんがですね、こう笑顔でですね、やっぱり喜んでもらえるときがですね、やっぱり本当に僕らもこう幸せを感じるというかですね、そういったものがあると思いますね。そうですか、はい、ありがとうございます。まず八嶋社長の、好きな言葉、座右の銘に、全ての経験に無駄なことはないという言葉、はい、があると伺いました。はい、その心をぜひ聞かせてください。僕自身が結構無駄ばっかりやって生きてきたような気もするんで、まあそれを肯定したいというので、よく言ってることもあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、例えば、この半年間本当に無駄だったよなみたいに思うことだとか、あるいはなんかずっと遊んでばっかりで全然なんか自分の本業であるとか本当の目的にこう邁進してなかったよなっていうのが誰でもこうあると思うんですけども、はいはい、そういうのもですね、やっぱり人生をもう一回ですね、そんなもう死ぬ間際じゃないんですけども、振り返ってみると、意外とそういったものがどっかで役に立ってて、それがそのおかげで人と知り合えたとか、まあその時の自分のいろんな感情であるとか、そこの時に養ったセンスみたいなものがまた何かの時に役立つというようなものがあってですね、まあ、なんかこう無駄なことはないんじゃないかなというのを、まあ自分のこれまでの生き方を肯定的にする意味でもまあ言ってるのがそうですね。なるほど、はい。